あんた好きな人できたっしょ。空を押し上げて手を伸ばす。さえちゃん東京に行っちまうんだべ。頑張れ。行ってきます。どうか来てほしい。東京の女子大生がわざわざこんな田舎の漁師と遠距離恋愛するわけないっしょ。離れてても大丈夫だよね。俺の気持ちは一生変わんねえから。浩平くん、さえは自分の夢叶えろよ。さよなら。最近のその働いてる女性の皆さん多分共感してもらえると思うんですけど、やっぱり自分のやりたいことを全うしたいっていう気持ちは多分私も一緒ですね。すごいなんか自分の夢に向かってまっすぐに、はい、本当にまっすぐ で、はい、でそこに向かっていく前に進む力がきっと人一倍ある女性で、そこはすごく尊敬する部分だなと思いながら演じてました。そうですね、まあ、ひととよさんの花水月という歌の中に僕の我慢がいつか実を結びという話が出てくるように、きっとその僕の我慢っていうのはきっと公平のことなんだろうと思うし、まあ、サイが東京に行って海外に出てお仕事がしたいっていうのをすごく複雑な心境であるけれども応援し続けるっていうのは、こう見てくれた男性たちはすごく分かるなって言ってくれるんじゃないかなっていうふうに思いますね。うん、やっぱりこう女性からはサエで男性からは公平っていうのにすごい共感できるところが、そうですね、本当にたくさん出てくると思いますね。うん、私はひたすらホテルで英語の練習をしてたので、無事帰ってこいって思いながらじゃあそう思ってる気持ちもサエとリンクして。そうですね、やっぱり危険な撮影もあったと思うので、うん、無事を祈ってました。で、大江さんがまず最初に北海道ロケが終わった後に、そのなんだっけ、ちゃんちゃん焼き、そうそう、とかそういうものをこう振る舞ったんですけど、私は漁師側の人たちとはあまりお会いする機会がなかったので、そこで改めてお礼を言うことがあってよかったので、ちょっと花水木の花言葉が返礼っていうのもありますもんね。はい、夢色シネマクラブをご覧の皆さん、大垣結衣です。この映画花水木はですね、すごくリアルな内容を描いています。きっと誰しもが経験したことがあるような出来事を描いているんですが、そういった中にも奇跡とか運命とかそういうことを信じたくなるような要素も入っていて、きっと自分のこう人生の中でもこういう奇跡が起こるんじゃないかなって思わせてくれると思います。ぜひ映画館で見てください。お前に俺の気持ちわかんのかよ。本気で誰かを好きになって後悔のない恋愛をしてほしいわけ。結婚しよう。君と好きな人が100年続きますように。花水木。いいね。はい、新垣結衣さん、そして生田斗真さんは今回初共演なんですね。初共演ながらこの息の合った演技を見せて、お互いを思う男女の微妙な空気感というのを見事に表現しているんじゃないかというふうに思います。生田斗真さん、実際に漁師の方々と触れ合って人を思う気持ちの強さを感じたと言ってますね。公平が漁師だったからこそ紗英のことを10年思い続けられたのではないかとも語っています。そして北海道弁に挑戦した新垣結衣さん、今でもなしてなんとかでしょうと○○でし○○○しょうというふうに思わず使ってしまうところがあるということを言ってましたんでね、テレビなどでもチェックしてみてはいかがでしょうか。一体花水がランキング何位に入っているのか注目です。現在公開中、ぜひどうぞ。
夢色シネマクラブです。映画動員ランキングトップ3、先週まではアニメ系がとっても強かったんですが、花見月どうなったのかいきましょう。トップ3の発表です。まず第3位はトイストーリー3、ワンランクダウンになっていますが、トイストーリーシリーズこれで終了と言われているんですけど、なんと短編のスピンオフ映画の制作予定があるそうです。さあ、どのキャラクターがスピンオフされるのかを想像しながら見るというのも面白いかもしれませんね。では行きましょう。1位と2位どちらに花水木が入っているのか。今週の第2位は仮暮らしのアリエッティ。4週連続の1位になりませんでした。しかし公開6週目を迎えて観客動員数は600万人突破、興行収入70億円を突破しています。また来月9日からは韓国での公開が始まります。日本以外では最初の公開、今後の展開も楽しみです。そうです、では今週の1位の発表いきましょう。今週の1位は花水木、初登場で堂々の1位を獲得しました。公開初日2日間の観客動員数30万人を超え、興行収入としては同じく名曲をモチーフにしてヒットした土井監督作品『涙そうそう』の初日2日間の記録を上回る勢いということです。さあ、今週のトップ5このようになっています。混戦状態になっていますね。はい、はい、来週も楽しみですね。さあ、プレゼントです。映画花水木から花水木柄のオリジナルのネイルシールを5名の方に。さらに映画花水木の中からもう一つあります。劇場に登場する新垣結衣さん自身がイラストを描いた英語の絵本、こちらを3名の方にプレゼントがあります。さあ、ご応募はパソコンか携帯からお願いいたします。ご覧のように指示に従って夢色シネマクラブのページからお願いいたします。